愛子発見ありがとう、ブザビットありがとう、こんばんは、ありがとうございます。あ、めっちゃバグってるわ、やっぱり。沼にはまりに来ました、ありがとう、お疲れ様って、ありがとう。え、みんなすまんね、昨日は配信できると思ってたけど全然できなかった。あ、配信してます。え、あのさ、チケット終わったと思ったらさ、なんか1枚だけなんか残ってて、しかもなんか毎日配信続いてた。じゃあ毎日配信続かないってなったらね、今日配信ねもういいやって思ったんだけど、なんかわかんないけど、なんかチケットいつの間にかもらえてて、だから継続なっちゃってるんですよ。継続あの毎日配信終わった瞬間にもう私はもう配信をやめようかと思ってたんだけど、まあ冗談だけど。で、えがったえがったって。で、あ、そう、15分くらいですね、ちょっと少しだけです、今日は。ね、継続嬉しいですね。え、昨日の分ね、私ないと思ってて、もう諦めたんですよ、諦めかけた、もう毎日配信これで終了バイバイみたいな感じで、そういうテンションだったんだけど、なんか今日見たら、なんか配信、毎日アイドルがなんか続いてたんですよ。あれって思って、なんでって、なんかシステムエラーかなって思ったんだけど、そしたらなんかチケット使ってた。あ、今日綺麗って、ありがとう。そう、みんな聞いてよ。あ、待って、継続おめでとうって、ありがとう、ありがとうございます。だからあの15分ちょっとぐらいしかできないんですけど、やります。で、今度こそもう休めない、もう今度こそ休めないですね。明日からもまたメールとかチャットも送れるようになると思うので待っててください。あ、明日は普通に配信できます。あ、目が痛い、目、まつげ入った、これ絶対ね。あ、テロップ出るまでですね、多分。可愛く発見ありがとう。あ、そう、もうチケット完全にないです。そうなんです、寂しい。で、チケットちょっとさ、あれだよね、チケット、毎日配信のチケット持ってる方からさ、譲る、あの、なんかもらえることってできないのかなね。え、今日暑いよね、なんかもう夏ですね、もうセミの声が聞こえてるからもう夏だ。可愛く発見ありがとう、お疲れ様って、ありがとう。暑いね、みんな、もう夏は始まってるか。じゃあ、で、水分補給忘れずにって、ありがとう。明日も暑い、確かに明日は暑そう、日差しが刺さるって。え、だよね、で、毎日暑いねって、ありがとう。財布の中涼しいですって、私もです。でもね、私あの財布の中涼しいけど、最近ペイペイを覚えまして、あのペイペイをあの使ってます。ハルチューへの気持ちも熱いぜって、ありがとう。可愛く発見ありがとう。てか、みんな起きてたんだね。ね、私が配信するっていうことさ、告知も何もしてないじゃん。
なのにさ、みんななんで起きてたの？早寝しようとしてた人。はい。ペイペイ、ペイペイね、昨日今日で使いすぎた。今日含めて14日で配信するとチケットまた1枚もらえるよって。あ、本当？うん。あ、待ってた。あ、みんなありがとう。ごめんね。そういえばね、そう、私ね、すごいんですよ。人間ってすごいなって思ったね。昨日と今日の睡眠時間、あの合計何時間だと思いますかね。昨日と今日の睡眠時間、あの合計で何時間だと思う？私の。こんばんは。帰宅ね、おかえり。あ、6 3 6 3 3 5 7 4 8って。あ、ブブー。あ、ゼロはないわ。ゼロはね、正解はデレレレレレロン。あ、当てられちゃったね。正解は2時間です、ね。あ、12時間じゃない。私もう今まで初めてこんなに寝てない。はよ寝てって3時半起きだもんねって。あ、バレ、あ、なんで知ってんの、なんで。そうだから、だからあのメールもチャットも送れませんでした。そう、あのハルチュンがです。で、はよ。あ、まだ終わってないみたいだね、みたいねって。あ、な、みんな、みんなどこ情報それ、なんで知ってるんだ。そうだから、あの今日はぐっすり寝れると思うので、今日は本当にぐっすり寝る。え、すごくない？え、みえみえさんのメールですか？え、メール、え、どの時間で送ってるんですか？え、なんか本当にメール送れないくらい、え、すごい、あのハードというか、なんかすごいなんか感じなのに、え、すごくないですか、みゆみゆさん。え、私本当に携帯触ってないくらい、あのね、触ってないくらいだったんですけど、ストーリーも更新してたの？え、すげえ。ダンスしながら送ってるの？すごい。え、すごいですね。え、じゃあちょっと私も両立。あ、ひのちゃんもメールすら送れないくらいって言ってた。え、だよね。え、私もそうだと思ってた。あ、みしひろログインないから察してたって。あ、そう、本当にゲームもしてないんですよ。それぐらい、あの、あーってなってたんだけど、まあ今日からね、またゲーム始めようかなって思うからね。え、みゆみゆさん2人いるかもよって。え、ですよね、絶対そうだよ。ね、今、え、全然なんか覚醒してるね、覚醒してる。なんかもう眠くない、もう眠いの次元を越したというか、もう寝なくていいやみたいなね、全然平気です。夕方以降だとチャットが5人からだけ来てたって。え、すごくない？え、みんなどの時間にチャット送ってるんですか、これ。ねえ、あ、生写真ありがとうございます、嬉しいね。そうですね、眠いって言ってられないですね。ね、本当になんか本当に眠くない。
私の顔見てください。いつも本当に寝起きの顔してんじゃん。眠そうな顔。全然眠くない。あ、時間ギリギリに滑り込みできてた。すごい皆さん、やば。ちょっとはるちゃんは明日からっていうことで、ね、すみません本当に。はるちゃんはもう追い込まれてたあ、もうすぐ、もうすぐ15分になる。ありがとう教えてくれて。ね、私がゲームできないぐらい追い込まれてたっていうことですよ。珍しい、珍しいあ、これ私服ですよ。私の私服です、これ。何、え、めっちゃおしゃれっていうこと。え、衣装に見える。え、嬉しい、ありがとう。私の私服です。はるちゃんお休みって。あ、待って、まだ寝ない、まだ寝かせないでくれ。ミュウの服と一緒だよって。嘘、本当？え、嬉しい。え、嬉しいですね。私服センスいいって。え、ありがとう。あの、これはラフな格好、うん、だから、あのラフな格好として、あの、着てきただけなので、なんかおしゃれとか意識してなかった。あ、この私服はね、見せたことある。そう、なんかね、あの、私服といえば、あの、よく鼻絵とね、あの、かぶること多いんですけど、なんか今日もかぶってた今日も服一緒だった。なんか全くというか、なんか似てるんですよ、系統が。ね、そう、めっちゃ似てた。びっくりしちゃったそう、あ、よく似合ってるねって、ありがとう。そうそうなんですよ、さすがですよね、本当に。もう仲良しですよ。だって着るタイミングも何も言ってないんですよ。言ってないのに、なんか服がかぶってるこれなんでだって思うよね。びっくりした。書かれてます。何やって、いやいや、こっちやわ、こっちやわ、なぜやねん、なぜやねん、なぜやねん。オッケー。あの、この靴違うもん。マナ、はい、これ違うもん。これ違う、違う、誰今からご飯かな。結構美味しかった。美味しかった。あ、可愛い子発見ありがとう。そう。コーヒー。でもいいや。いいや。え、なんだこれ。味しないから。あ、え、素晴らしい、素晴らしい、大好き。これ美味しい。お願い。ね、ちょっと1個もらう、2個もらう。まだ大好きって言ってたから2個ちょうだい。なんか、え、今なんか、なんかすごい面白い会話聞けちゃっためっちゃなんか言っちゃいましたあ、そうだ、そう、みんな、そう、今日自慢したいことある。みんな、みんな、そうね、びっくりした。私もびっくりしたね、すごい。あ、そう、みんなに報告があって、あのね、あの、自慢なんですけど、今日初めて、あの、先輩に抱きついたんですよ。先輩と、あ、初めてではないかね、あの、先輩、そう、私に、私がですよ。そう、自慢です、これは。え、誰だと思う？みんな、みんな当てて、みんな当てて。すごい嬉しい。え、すごい嬉しいです。もう一生の、一生の、あの、
思い出です。え、誰だと思う？あ、正解出た、正解出た。さすがリカさん、リカさんはちょっとあの難しかったですね。違います、違う。あ、テロップ来た。テロップが来たということはこれはバイバイですかね。いや、岡田社長じゃないですよ、ね、あ、冗談です。ね、あ、ごめん、はって言わないで、ごめんね、ごめん、ごめん。あ、あのヒントは一期生さんです。みんななんか二期生さんとかあの言ってくださるんですけど、一期生さんなんですよ。あ、答え言ってってって、分かった分かった。あの一期生さんにハグしちゃったんですよ今日。あ、めっちゃ正解出てる。じゃあ正解を言いますね。正解はドゥルルルルルルン、ひなたさんです。パチパチパチ。あ、一期生一期生さんまとめてじゃないです、全然ね。そう、ひなたさんに抱きついたんですよ。え、めっちゃ、あ、そうそう、なんかそう、目の前にいて、なんかちょっと、え、目の前にいたんですよ。目の前にいて、で抱きつきたいなって思って、こうエアハグをねずっとしてたんですよ。そしたらなんか、え、いいよって言われたから抱きついちゃった。いや、なんか私物になってるよ、花、あ、あ、なあ、言っちゃうじゃないかよ。え、あ、確かに。え、え、違う違う、あのさ、見て、あのさ、ちょっと待って。え、ダメ、変えたら荷物やばいよ。え、違う、変えないよ、変えない。あ、変えないけど、え、あのさ、あ、これか。それ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 。そう、あ、そう、エアハグしてたんですよ、何回も。そしたら、いいよって言われたからハグしちゃった。え、めっちゃね、本当にめっちゃ細かった、細かった、本当に。あ、来る？ちょっとだけ、ちょっとだけ映ってくれる。だって、え、待って、ほらほら、服が一緒。ほら、なんか似てない、これ、服が一緒なの、これ、これ。ほら、びっくりしたさ、もう朝び、朝、朝集合してびっくりした。なんか服が一緒なんだもんね、服が。で、こんなんかラッキーアイ、ラッキーアイテムじゃない、なんだっけ、あのあるじゃん、うんうん、劇場のさ、うん、言うやつ、言うやつ、あ、 MC 劇場の自己紹介の MC とかいろんなのでね、花枝と被るんですよ、よく。そう、自己紹介 MC4 回ぐらい被ったよね。だからもう双子です、これを。違う、もう、もうびっくりしたよ。だってさ、これさ、去年もさ、なんか秋ぐらいにさ、うん、配信とかでさ着てたじゃん。そのタイミングも一緒なの。着てたわ、ね、去年、去年のタイミングも毎回一緒で、これ服着るタイミング。だからもう、もうやめてくれんで、え、なんか、ね、次、次いつ着るこれ。え、わかんない、日が向いた時に着る。え、これね、本当にね、久しぶりに来たの。違う、春も違う、それね、あの久しぶりに来たとか言うじゃん。この、この洋服とかもう1年以上ぶりに来た。え、違う、春もあの去年の秋以来初なの、これ。あの今年初めて来たんだよ。いや、うちもこの夏初めて来たよ。いや、じゃあ去年の夏も数回しか来てない。え、そうなの、それがタイミング一緒なんだよ、もう。もうマジでな。で、そう、だからなんか運命です、これ、ね、運命。で、びっくりしちゃった。これ夏服なのかな。え、一応半袖だし夏じゃない、ね、夏っぽいよね。しかもさ、ズボンだったから。え、ちょ、どっちもズボン。え、そう。
こにいんの今。やばいやばい。え？やばいやばい、飛ぶよ飛ぶ、飛んじゃう飛んじゃう、ちょっと。羽ないよ。羽ないのこれ。やばい、こうやって。ちょっと。はい。向きで歩いて。羽はちょっと外に行くみたいです。いやびっくりした、今さびっくりした、本当にこの服ズボンなんですよって言ってね、鼻がヒラヒラしてたら虫ついてた。やばい、久しぶりにこんな笑った、本当に。もうやばいね、鼻連れてきてた服。やばい、びっくりしちゃったね、めっちゃね、めっちゃ面白い配信になったね、この数分間で、ね、いや山の中にいないんですよ、全然山の中じゃないですよ、ね、飛んじゃうよ ね、もうすぐやめよう、花江が戻ってきたらやめるね。え、来るのかな戻って、ね、楽しかったね。あ、ひなたんの、あ、ひなたさんの話ですか。めっちゃあれですよね、細くて羨ましいなって思ったね。私もああいう体型になりたい。ムシムシってね。夜ご飯は、いや夜ご飯というか5時ぐらいに食べた。うん、5時ぐらいかな、いやわかんないに、ちょっとだけ食べて、でまたいい運動した、いい香りしたよね。先輩との距離縮められるといいねって。ですね、しかもあの今日はね、めっちゃいろんな先輩の方々とお話できてすごい楽しかったし、あのさっきあのマナさんたちが、カイリさんとマナさんがお菓子めっちゃあの取ってたじゃないですか。それであの私ね、そこのところあのお菓子コーナーみたいなのがあって、それであの今日あのマナさんにあ、このお菓子あげるよって言われてお菓子もらいました、マナさんから。でそう、2個ちょうだいって言ってたよね。そう、次はマリナさん。マリナさんね、でもお話はできるようになってきた。あ、そう、今日ね、今日、ちなみにあの今日のやらかしちゃったことがあって、やらかしちゃったこともあったんですよ。なんか3期生に話しかけようとして、ねえねえ、ゴミ箱ないってね聞いたんですよ。あのねえねえねえ、ゴミ箱ないって聞いたら、まさかって、あ、そうです、まさかのあのマリナさんにねえねえ、ゴミ箱ないって、あの敬語じゃなくてもうタメ口で、ね、ゴミ箱ないって言っちゃってね、あ、すいません、本当にすみませんってね。そう、え、本当に間違えちゃった、今日もうやっちゃいました、まさかのタメ口使っちゃって。めっちゃあの加入1年の後輩がそうタメ口使っちゃって、本当に焦った。え、なんかなっちゃんとかなんかそこら辺かと思ったんですよ。あのね、そうなっちゃんとかゆうはとかそういうあの方々だと思ったらマリナさんだった。え、でもいいよいいよって優しかったです、本当に。そうですね、そうめっちゃ笑われた。笑われた。そういいよいいよって言ってくださった。ということで花ちゃんが戻ってきました。ね、聞いて、やばい、え、何、あのね、うん、あの私服着てるんですけど、うん、なんていうの、
ジャンパースカートのズボンバージョンみたいなのの、うん、ズボンの下の端にね最初ついてたの、うん、それがね、うん、どん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 登ってきて、うん、ここのリボンのとこまで登ってきてリボン、でどうしても離れないから、うん、もうあっちに戻すしかないと思って、うん、でもティッシュがあったからティッシュにねこうやってね頑張ってね移、うん、してねこうやってやってきた、うん、あ、そうなの、ね、可愛かった。虫と仲良し、花江ちゃんのペットじゃねえだって。確かに、本当にびっくりしたし、もう嫌だ、なんかもね。でも楽しかったね。いや、あのもうずっと格闘してたもん、ここまで登ってくんねん。なんかもう戻ってこないかと思ったよ。え、ずっと格闘してたもん、コガネの虫と。え、今日のムシムシはだって最悪、いや最悪最悪っていう今日のムシムシは、今日は何、コガネムシ、コガネムシです。あ、明日は何になるのか楽しみだ。それは明日虫なんか一匹もいたくないよね。花江ちゃんいいキャラだよね、本当に思う。いや違う、今日もうね疲れ果ててね言葉が出てこない。え、もう私もそんなキャラになりたい、花江みたいな。なんで大したキャラ持ってない。え、めっちゃなんか人類にはいなそうな、なんかキャラじゃん。人類にいなそう、人類だけど、どういうこと。待って、どこだ、これ食事か、これこれこれこっちか、うん、あ、巨神違う、あのね、あの私今までこういうね、あの何お、あの一緒にいて面白い子と出会ったことない、こんなにも。え、逆、え、え、相当レアな人種だよね、ハリちゃんって。違う、離れだから違う、もうさ、あの今まで出会ったことない面白い子こんなに。近くはない、なんか、え、なだから嬉しいですね、あの離れと出会えて。え、なんか逆じゃない。え、逆なの。え、違いますよ。え、花江が一番あの面白い、バラエティー班です。別になんか意識して行動したことない。あ、二人とも似てるだって。ここは見せてくれないの、今日はね、もうね、いろいろあって顔の状態が最悪なので。二人合わせて春花です。ダメだ、春花はダメだった。怒られます。春違う、ダメだった。あ、千葉と神奈川だって。あ、そっか、え、そうだ、ちょっと待って、うん、あの、やんなきゃいけないこと思い出しました。あ、おめでとう。もうすぐ配信やめるね、もうあと2分で。春花はダメだった、パッカーンって開いちゃう、咲いちゃうよね、著作権になっちゃう。あ、分かった、じゃあもう配信を。え、明日は全然あの夜できると思うので待っててね、みんな。花江またねってね、春ちゃんもバイバイだね。なんかありがとう、みんな来てくれて。明日も一緒に頑張ろうね、お仕事の方も。あ、私村長代理です、ね、ありがとう来てくれて、楽しかったです、久しぶりの配信は。あ、久しぶり2日ぶりの配信は楽しかったですね。また明日も夜かな、配信するので待っててね。レッスン頑張ってね、ありがとう、ありがとう。じゃあちょっとランキング読むね。それでは、13位からいきます。13位、天使の分け前チュン、ありがとうございます。12位、鍋としチュン、ありがとうございます。11位、春507チュン、ありがとうございます。10位、南川ゴーチュン沼チュン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 、ありがとうございます。9位、ガトランティスチュン、ありがとうございます。8位、ミーチュン、ありがとうございます。7位、リーチャンズチュン、ありがとうございます。6位、境沼しいちチュン、ありがとうございます。5位、パンダの帝王チュン、ありがとうございます。
4位ビールバラチュン、ありがとうございます。3位ギバチュン、ありがとうございます。2位チーボーチュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルトムチュンです。ありがとうございます。ありがとう、みんな来てくれてチュンって、ありがとう、配信ありがとうって、こちらこそです。お水たくさん飲んでねって、ありがとうね、配信ありがとうって、こちらこそ見に来てくれてありがとうね、また頑張ろうね、みんな。おやすみなみかわって、ありがとう。また明日も頑張ろうね、みんな。えいえい、おお。それではおやすみって、ありがとう。おやすみなみかわね、配信見に来てくれてありがとう、こちらこそです。遅い時間ね、だけど来てくれてありがとうね、またね、ありがとう。あ、みんなおーって言ってくれてる、ありがとう。みんな今日ノリいいね、ありがとう。またね、おやすみ、いい夢見てね、明日も頑張ろう、バイバーイ、バイバイ、またね。